はいみなさんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです。今日は寝ること睡眠と言います。寝ること睡眠について話したいと思います。でまあ最近この睡眠についてすごく興味が出てきました。興味があります。でまあその理由はやっぱり。 私たちの人生は30%寝ていますよね。なので、睡眠はまあ、本当に自分の大切な時間です。やっぱり睡眠がいいと、人生もきっと良くなると思うんですね。なので、今日はちゃんと寝るために必要なことを色々調べたので、 これをね、今日は皆さんにシェアしたいと思います。皆さんはね、毎日しっかり寝ていますかどうかなぜひ今日のエピソードを聞いて、気持ちよく毎日寝れるようにしてみてください。あの、本当に睡眠って体に大切ですよね。私たちは風邪をひいたり、疲れた時、 に薬を飲んだりサプリメントを取ったりいろいろするんですけど私が読んだ本では「寝るのが一番いい薬」って書いてありました「寝るのが一番いい」ね風邪をひいたり疲れたらまず寝ましょう」って書いてありましたね。あの本当それはねあいいなって 私も思いました。で私はいつも七時間半から八時間毎日寝るんですが、まあ、それでもね、やっぱり金曜日とか土曜日、すごい疲れるんですよね。なので、あの一週間に一回、十時間くらい寝る日があります。すごいランダムなんですけど。 あー、今日疲れた。無理って思ったら、夜のもう九時半とかにベッドに入って本を読んだりするんですね。まあ、でもね、すぐ疲れて十時くらいに寝てしまいますって感じで、一週間に一回はもう十時間くらい寝ている日があります。やっぱりね、しっかり寝ると、本当、次の日はね、元気になります。 あとは質の高いクオリティが高い睡眠寝るために必要なことをちょっと調べてきました、えー、まずね1つ目に寝る前に食べないことが大切って書いてありましたね私はね結構食べてしまうんですね <laughs> 夜食って言って夜ご飯の後に寝る前にね食べてしまうこともあるんですが それは良くないいらしいです特に脂肪とかファット脂肪は結構お腹の中に4時間とか6時間ずっとあの残ってしまうのでお腹が休めないんですよね寝てる時に本当はお腹は掃除をしないといけないのに。 寝る前に食べたらそれができないんですよねなので体にあまり良くないらしいです、えー、私も気をつけます皆さんも気をつけてみてくださいであとはしっかり寝るために必要なものは酸素オクシチョン酸素空気らしいです暑かったり寒かったりすると エアコンをつけて窓をずっと閉めてる時は皆さんあると思いますでもそれはあの本当に良くないらしいですやっぱり寝る時も私たちはあの息をしていますよねで本当に体は酸素オキシジョン酸素がないと体を治せないうまく働けないんですよねなので えーまあ、寝る前にちょっと窓を開けて新しい空気をしっかり部屋に入れる、まあ、それをするとあのちゃんとよく寝らられるらしいです結構有名な芸能人とかはあの酸素カプセル酸素が入ってるカプセルの中で寝るみたいな人がいるらしいです。 それをするともう1時間寝ただけで4時間とか5時間寝たのと、まあ、同じくらい体が元気になるらしいですので是非、えー、ね皆さんも寝る前に窓を開けてください。あと寝たいけど寝れないって人も結構多いと思います。 それには本当にいろんな理由があってそれで大変な思いをしている人もいると思うんですけどなかなか寝れない時にできることはまあやっぱりあの疲れることだとだ思いますしっかり体を動かしてしっかり頭を使ったら体が疲れますよね。疲れるると寝やすくなる のでコロナとかでなかなか運動ができない人とか外に行かない人は増えたと思うんですけどでもそうなると体の中の中リズムが悪くなってしまっててししまなななななかなか寝れなくなるらしいですなのでね私もできるだけ運動したいと思うのでぜひ皆さんもね運動してみて くださいあとは寝れないときは教科書とか本とか読んだらいいかもしれないですね私は結構本読んでるとお昼でも眠くなる時があるんですが夜寝れないときに面白くない教科書とか読んだら寝れるかもしれないですね今日はねあのこんな風に、えー、しっかり寝るために必要なことについて 話ししてみましたこれからもねぜひ皆さん寝てる間の自分の時間も大切にして良い楽しい人生になるようにしてみてください。今日もね最後ままで聞いいててくれて本当にありがとうございますもしこのポッドキャストが気に入ったらパトレオンでサポートしてくれると本当に嬉しいです。 リンクはねきっと下にあると思いますぜひよろしくお願いしますじゃあ皆さん良い一日をまたねバイバイ